ト波見ろよ。大丈夫？来いよ、他の能力調べよう。何してるの？何って科学、科学してるの。それでスパイダーマン、 MJ には教えて、親友には秘密。ハリーを守るためだよ。話したかったけど。だよな、分かってる。それで個人指導の生徒が片割れ。ああ、ハリーが治療してる間にいろいろあったんだ。いろいろか。だよな。慎重にゆっくりと。やば。失敗。コーヒーでも入れるよ、長い夜になりそうだし。これは一体何事だ？ああ、ほら、ピートと一緒に実験をしてたんだよ。コナーズ博士は？ああ、有給でも取ったんじゃないの？まさか、博士は休むような人じゃない。僕はもう行きます。ああ、後で電話するよ。わかんない、ハリーにスーパーパワー、あまりに急展開すぎるよ。またあれ何？二人ともスパイダーボットの信号を受信したんだけど。あ、ピートも？ねえガンケ、何かテストしてる？連絡しようと思ってたんだ。いきなりネットワークに信号ビンビンでさ、怪しい無線プロトコルを使ってるらしい。調べたらまた連絡する。尖ってる。サーバーに情報アップ中。オッケー、僕も探してみる。見つけたらデータを送って、制作者を追跡してみる。徹夜したの？いや、 MJ、 ハリーのスーツをテストしてたんだ。あとピザを食べ過ぎちゃったかも。美味しかった。昔に戻ったみたい。ねえ、それでハリーの放射線を浴びた雲の正体は？あんなの僕も初めて見るよ。あのスーツはエグゾスーツで、ハリーの病気を根絶させるらしいんだ。コナーズ博士が限界を超えたんだよ。すごいことじゃない。遊園地でのこと考えると絶好のタイミング。トゥームストーンの監禁場所の情報は？なし。何か分かったらすぐ連絡するね。君って最高。うん、でしょ。ねえスパイダー、いいものがあるの。ここに向かってくれる？フェリシア！フェリシア、ハンターたちがウィリアムスバーグにあるスチール鋳造所の話をしてたの。トゥームストーンはそこにいるはず。助けてあげて。ありがとう、無事でよかった。パリにはちゃんと行けたの？ええ、行けたわ。借りを返したかったの、二人に。もう一人のスパイダーマンは顔を出そうともしない。ああ、それね、実は。説明はいらないわよ、お互い吹っ切れてるし。その子いいわね。そうだろう。情報ありがとう。君がいなきゃトゥームストーンを救えなかったかも。フェリシア、ありがとう。元気でね。あんなダッサい格好の連中に二度とやられたりしない。チャオスパイダー。マイルズ、あとは任せて。エッセイを書かないとだろう。でも、もしリーがいたら僕が何とかする。君が専念すべきはマイルズ業だろう。
分かった。ちゃんと連絡してね。情報通りだと思うが、クリストから名前を消される前にトゥームストーンを救わなきゃ。廃工場っていう割には随分活気があるね。あいつら何してるの？用心を重ねてる。トゥームストーンは手がかかるしな。なるほど、警戒して。我が命カリに捧げ。屋上を掃除して入り口探そう。ハンターがうようよいる。まさか僕のため？いや、やっと父さんを追い払った。博士は未だ行方知れずだよ。あんなにカリカリした父さん久しぶり。博士は見つける。 MJ に博士の家へ行くよう頼んでおいて。ああ、そうするよ。こっちが片付いたら財団に戻る。何してるの？手伝う？ウィリアムズバーグのスチール鋳造所にトゥームストーンが監禁されてる。それってもしかしてスパイダーメイトの出番？僕たちはそんな名前じゃないんだけど。だったら何て呼ばれてるの？さあね、スパイダーメン、スパイダーマンズ。それ紛らわしい。もう行くよ、ここハンターだらけでさ。相棒欲しい？ハリー、来ちゃダメだ。こいつらは危険だし、ハリーが怪我する。またね。煙突から中に入れそうだ。MJ と電話で話した。博士の家に行ってくれるって。よかった。ああ、一応確認。スチール鋳造所って言ったよな。うん。何の音？運動してる。それじゃあ続けて。僕はトゥームストーンを死の運命から救ってくる。外との通信が途絶えた。トゥームストーンの警備を固めな。増援部隊を呼ぶ。増援だって？それじゃあこっそり行くか。クライブン様との狩りで2週間も獲物を追い、挙動を観察したんだよ。ずいぶん長い狩りだね。かもね。獲物は好きだらけだったよ。気配に気づいた頃には刃で腹をかき切られてたね。あの人は獲物が生気を失い生き返る瞬間を見つめてた。強さの源を話して本当に永遠の謎さ。じっとしてね、お願い。今ので最後だな。君たち往生際が悪いね。ハリー、なんでここにいるの？スパイダーマンのお手伝い。お礼はいらないよ。騒ぎ起こしたくなかったのに。僕のせい？左頼むよ、僕は右やる。よし、行くぞ。これ正直、もっと楽な任務から始めたかったな。現場研修が一番効果的だって。背伸びしないで、無敵じゃないんだ。よし、行くぞ。いつもこんな感じなの？殴るだけが仕事じゃない。厳しい選択だって迫られる。当然だよね。あれ、火炎
にはウェーブが使えないんだ。他の方法でシャットダウンしよう。気をつけて、デッキにも敵がいるよ。任せて。銃弾を避けて敵の数を減らすんだ。このスーツ防弾性かな。今確かめるのはおすすめしない。プランはあるの？今考えてる。奥のデッキへ向かおう。ハリー、そいつを止める方法思いついた。どうするの？上のあの容器。再開。合成したヴィランの救出ね。でも何度か殺されそうになったんだろ。でも変わろうとしてる。助けたいんだ。お前って人のいいとこ信じるやつだよな。よし、じゃあほら、やられる前にやらないと。まただよ。やる気は歓迎だけど、僕は肉体派ってより頭脳派なんだよね。つまんないの。余裕だろ。ああ、今はまだね。わかった。がっかりはさせないよ。火は全然平気なの。ああ、みたいだね。汗一滴出ないよ。直撃。くれるの？感激かな。それってまずいよね。いつものこと。そいつら一体何人いるんだ。しっかり。今の一体どうやったんだ。その強烈。結構慣れてきたかも。お前先生向いてるよ。復職も夢じゃないかもね。間違いがない。よし、いける。
やっぱり身の程知らずだったかも。本当にやれるの？もちろん。スパイダーメイトだろ。だよな。見つけた。でどうする？助け出してやろう。敵を引きつけるから檻を破ってくれる。オッケー。成長しちゃって。今そこから出してあげるよ。無理だ、檻全体がくっついてる。だったら分解する。だろう。ごめん、今日出勤初日でさ。手を貸してくれない？すぐ戻る。今度はでかいの？もう一回炎に飛び込む。今ジョーク言ってる場合か？仕事の一環。笑えるな、雲が初めに来る。ああ、貸しにしとくよ。脱出できればの話だろ。どっから湧いて出てくんの？派遣業者がいるとか。急いでこの溶鉱炉を止めなきゃ。あそこ冷却剤でマシンをオーバーロードさせればシャットダウンするはず。血の匂いがするぞ。片付いた？シャットダウンにギリギリセーフ。よし、これで。皆殺しにするつもりか？今のは事故だよ、ごめん。諦めない気だ。僕たちもね。熱くなってきた。こんなに？このスーツ耐火性なのかも。羨ましい。構ってる暇ないんだよね。じゃあどうする？パンチしまくって。ヘドッと任せて。ブームストーンを逃がさなきゃ。檻を解体しよう。あそこだ、支柱を引っ張って。バカなこと言うけど、今日が人生最高の一日かも。こんなの序の口だよ。2本だ。これなんでできてるの？それよりも建物が崩れそうだ。諦めないで。俺じゃダメだ。いいから待ってて。地球を破壊するんだ。じきに建物が崩れる。檻は壊せそうにない。ねえ、溶鉱炉を通ってみる。暑すぎて通れないよ。なら他にアイデアはある？厳しい選択だっけ。何する気？出てきて、ハリー。どうするんだ？ほら、急ごう。こっちから行ける。メンタル癒されるよ。おめえら死にてえのか。行くぞ。そん
な嘘だろ、見失った。落ち着いて、ほらこっちだ。ハリー、ハリー、先に進もう。おい待て、つけられてないか見てきて。オッケー。構成の唯一の欠点ってとこか。犯罪は健康にいいってこった。間に合ってよかったよ。手遅れだった人もいたんだ。あんな奴らに殺されやしねえよ。それに手を下すのはボスみてえだしな。身を隠せる場所はある？ああ、また現れたとしてもボコってやるさ。おめえのダチにもよろしく言っといてくれ。んじゃまたな、クモさんよ。いなくなったみたい。僕らも行こう。ああ、ハリー大活躍だったね。本当にヘマしまくった気分だけどね。したけど、ヘマはヘマでもいいヘマ。何を、待って。ごめん、まだ扱い方よく分かんなくて。かっこいいデザイン。デザインだってほら。そういうことか。かなりいいかも。これで本当のスパイダーメイト。僕は一旦ラボに戻って博士がいないか確かめるよ。それがいいね。後で連絡するよ。本当にすごい。また安手が出たとかじゃないよね。先にピートに連絡。マイルズ。ああピート、久しぶり。何か手伝う？いや平気だよ。トゥームストーンなら僕らがクレイブンの魔の手から救った。僕ら？ああ、実を言うと親友のハリーがパワースーツゲットしてさ、大活躍したんだよね。ハンターたちとの戦いが楽になるはず。また仲間になったってこと？そんなとこ急展開すぎてさ、また今度説明するよ。また今度か、そればっかりだな。もういいや、母さんの様子見に行こう。着替える場所にぴったり。コミュニティが大きく改善されます。本当にご支援どうも。もちろん。それじゃあマイルズ。母さん。うん、ベン、シェンだって。様子が気になってたのよ。元気なの？トドビエン？うん、平気。問題ないって。嘘、なんだかいっぱいいっぱいでさ、街でもいろいろ起きてるし、エッセイのことも超ストレスだし、ピートも忙しそうにしてるし、それにリーも野放しだろ。気にならないの？もちろん気になるわ。でも私の役目はコミュニティの改善。自分自身のためにならないようなことはもう忘れて、過去ではなくて未来を見つめなきゃ。Entiende lo que te digo？ うん。でもリーは忘れるなんて無理だよ。
ンジェラかけ直すわ。鍵があるのに締め出されたの？ああ、いいえ、緊急性は理解したわ。心当たりに聞いてみるわ。オッケー。母さん、僕が行こっか？ちちちちち。いっぱいいっぱいだって言ってなかった？そうだけど、コミュニティのためだしさ。母さん、目的地は？116丁目とコンベントのハーレム文化博物館。館長のアンジェラから電話があって、資金提供候補を案内する予定だったのに、防犯システムが誤作動したの。うわ、気まずい。音楽展示用にいろいろ集めたんだけど、資金が足りなくて、候補者に費用を出してもらえないと閉館の危機にさらされるの。僕に任せて。このコミュニティの音楽伝統を守りたいという気持ちは私も同じだが、防犯システムが機能しない博物館に寄付などできないだろう。ダーレンさん、お気持ちはお察ししますが、必ずこの博物館は。スパイダーマン。ああ、助かった。システムに締め出されて何をしても反応しないの。不具合を突き止めてみるよ。コントロールパネルはどこ？コントロールパネル。軽電機のオーバーロード、壁に入って直さないとな。アンジェラが案内できるように修理しよう。あいつら誰？警報は鳴らねえのか。エンジパルって全部行かれたからな。ここには誰もいねえ。この鍵を壊しちまえば中に入れるぜ。締め出されたのはあいつらのせいか。システムをリセットして中に入って阻止しなきゃ。静電気発見。開けて調べてみよう。軽傷だね。サクッと直しとこ。やった。システムは落ちたままか。他の静電気を探そう。なあマイルズ、フィーストの全支部に確認したけど、リーは見てないって、はあ、そうか。チャンスだったのに逃がすなんて。僕ならなんだよ。あいつを止められたのに。そうだな、心配すんなって、見つけるから。きっと貴重な品があるのかな。あいつらプロみたいだし。それじゃこれを直そう。ナイス。でもまだ復旧しない。他にもあるのかな。サックスもドラムもトラックに積み込んだな。ああ、だが時間はあるし、トラックにもまだ余裕がある。見つからないように通り過ぎなきゃ。 C の日で混乱させてみようかな。ほら、しっかりしろ。おじけづくんじゃねえぞ。平気だったよ。あいつの上に突き込む。おい、ダグ、からかってんのか。マイルズ、調子は？手こずっちゃったけど、なんとかする。ついでだから楽器を見てきたら？大学の予習よ。母さん、専攻は音楽技術。コンピューターが楽器だよ。人と楽器とソウル、それが音楽の肝よ。ミックスでもサンプリングでも心を曲に込めるでしょ。
コンピューターじゃできない。今の発言年感じる。知性って言ってちょうだい。よし、信号が強くなった。あともう一つ直せば復旧するはずだね。そんな、向こう端まで行かないとか。残り時間は数分だ。最後の品をいただいたらトラックに積み込む。おい、誰が鳴らしてんだ。最後の経電機を直そう。そしたら搬入口で楽器を持ち去られないよう阻止すると。スパイダーボット、次は僕の出番。スパイダーマン、正面扉が開いたわ。でもたくさん品がなくなってて。全部搬入口にあるよ。僕が見張っておくね。おい、ずらかるぞ。ほら行け。もっといい子が入ってきてるな。おいスパイダーマン、山田さんこっちが言ってたのにスパイダーマンだぞ。文句言ってねえで直すぞ。ほら、ウェブで防いでみろ。ボスに伝言、僕の地元に手を出した。どうせ負けるんだ、諦めろ。足止めしろ。1時間後に合流地点。させないよ。トラックを止めなきゃ。どっちか選ばなきゃ。絶対に逃がしはしないよ。ドラマ。回収したのは1台だけだ。ありえない。すまないアンジェラ、交渉決裂だ。うちの資金提供者を失った。ガラで資金を集めたら2代目が見つからなければ展示だってできない。展示がなければガラも白紙。ガラがなしじゃここを閉鎖するしかない。そうはならないよ、絶対に。ほら、これはクライド・スタブルフィールドのものね。おお、彼こそ元祖ファンキードラマ。
彼のビートは本当によくサンプルされるの。とても影響力があって、ファンクとヒップホップをつないだ人よ。どうもありがとう。心配しないで、他の品も見つけるよ。助かるわ。ピートどうしてるかな。ピート、今いい？もちろん。ごめん、ハリーから電話だ。出ないと。後で話そう。もちろん、またね。いや、ピート、今財団なんだ。博士はまだ見つかってないけど、力貸してくれる？今行くよ。MJ から連絡はあった。博士の家に寄るはずなんだよね。まだない。着いたら電話くれるって言ってた。ただの病欠ならいいけど。ああ、そうだな。僕もオフィスを見てくるよ。また財団で。